ブリュッセル空港、ブリュッセル国際空港、またはザベンテム空港は、ベルギーの首都ブリュッセル近郊、フラーブラバント州ザベンテムに位置する国際空港である。なお、同空港は、フランデレン地域内にあるが、同地域のみならず、ベルギー全国を代表する空港であることから、同空港の掲示は、同地域の現地語である、フラマン語と英語に加え、ベルギー全体の公用語である、 フランス語やドイツ語でも記載されている。また、ヨーロッパの中でアフリカ方面へのハブとなっており、例えばリベリアの首都モンロビアのモンロビアロバーツ国際空港からの国際便として唯一の欧州便の発着地となっている。1940年にナチスドイツ進行下のブリュッセルにおいて開港。ブリュッセル最大の空港である、この空港はブリュッセル航空の本拠地であり、 かつてのサベなベルギー航空のハブであった。欧州連合の本拠が置かれていることや、位置的なことからヨーロッパ域内路線が多数運行されているほか、歴史的つながりからアフリカへの便も多い。ベルギー空軍基地も隣接しており、ベルギーの政府専用機の本拠地でもある。2019年11月現在。ありがとうございます。